1931年式、フォードモデル A の外付け式トランク。トランクの前方で開いている蓋は、ランブルシートと呼ばれる補助席である。これ以降のモデルでは、トランクはボディ側に内蔵されるようになった。1967年式 AMC マーリンのトランクリットを開けたところ。ファーストバックスタイルのため、このような小型のトランクが装備された。 カバーに包まれているのはスペアタイヤである1985年式シュコダラピットのトランク。ラピットはリアエンジンのためトランクが車体前方に置かれる。またこのモデルは後部座席とエンジンルームの間にも小さなトランクが存在する。日本のバスは従来のサブエンジン式クーラーから基幹直結式クーラーへの移行で熱交換器が屋根上搭載となり、 ハイデッカーでは、ラゲージスペースが2区画から3区画へと拡大した。朱色枠内が、冷房装置、紫色枠内が、ラゲージスペース。観光バスの床下トランクのドアを開けた状態トランク、または、トランクルーム、またはブートとは、自動車における主要な荷台、または荷箱、あるいは貨物室である。トランクは主に、北米英語やジャマイカ英語で用いられ、その他の英語圏では、 ブートの故障が用いられる。また、非英語圏、特に東アジアでは、リッキーディッキーが用いられる。それ以前の使用法では、ブートとはコーチと呼ばれる形式の馬車における、魚車の座席や荷物置き場を示していた。トランクは、ほとんどの場合、その車両のエンジンルームとキャビンを挟んだ反対側に置かれることが多い。乗用車では、フロントエンジンが主流となっていることから、 多くの場合、トランクやラゲッジスペースはキャビン後方となっているが、ミッドシップ車やリアエンジン車ではキャビン前方に置かれる場合が多い。フロントトランクはソーダを受け持つ前輪のホイールハウスが大きく、ソーダ機構の空間も必要となるためいびつな形となり、前方視界やスタイリングの面から高さも制限されるため、過失としては使い勝手が悪い。 フォルクスワーゲンタイプ3のように水平対向エンジンの補給類の形状と配置を見直しエンジンルームを低く抑えてその上部空間をも過失とした例や実用性を重視した一部のミッドシップ車のように車体の前後に過失を備えエンジン搭載位置から来る溶石不足を克服する努力が見られる車種もある中型以上のバスでは ハイデッカー車は前後輪の間の客室床化した2階建て車は後輪上部が過失となっていることが多い。荷物の出し入れは側面の扉から行う。マイクロバスでは客室後端を過失としているが、特に客室と分離されているわけではなく、室内とバックリッドの両方からアクセスできるようになっている。トランクの開口部にはエンジンフードのような品字式のトランクリッドや デッキリットと呼ばれる蓋が備わる。このトランクリットについてもこの項で記述する。トランクに代表される過失はその構造により密閉型と開放型に分類できる。デッキリットを持つ密閉型の過失は典型的なセダンやクーペによく見られる。過失は車体の隔壁やトリムによって客室から分離されているが、一部にはバルカヘッドに小さめの穴を開けスキーホールを設けたり、 開口部をより大きく取り、後席の背もたれを前倒させて、トランクスルートすることで、長物の収納を容易にしている車種もある。開放型の過失は、ステーションワゴン、ミニバン、SUV など、バン形状の車体を持つものと、多くのハッチバック車に見られ、通常は、ラゲッジスペースや、ラゲッジルームと呼ばれる。密閉型の過失は、 一般的にシンプルな素材がトリムの材料に用いられているが多くのステーションワゴンは客室の延長上に過失が存在するため客室側のトリムに準じたより良い素材が用いられる場合もあるステーションワゴンや SUV 典型的なハッチバックの場合にはプライバシーの保護や荷物の盗難防止のために目隠しとなるとのカバーを取り付けることができるとのカバーには ロールカーテン状の巻き取り式、盤上の分割式や折りたたみ式、バックドアから紐で吊るされる、成形されたトレー状のものなどがあり、収納や着脱が可能である。また、ステーションワゴンや SUV では、急ブレーキや衝突の際に荷物が乗員を襲わないよう、上部空間に張りの強い丈夫な網を取り付けることができるものもある。これは、バリアネットや、過失に犬を乗せる。 文化圏ではドックネットとも呼ばれる。ハッチバックを除くと日本車の日本国内船売車にはこれらの目隠しが省かれているものが多く、高額なステーションワゴンや SUV でもネットを装備しているものはほとんどない。トランクの存在はその車両の能動的安全性や受動的安全性に寄与する。一般的に荷物を積載する場合、少量であっても客室内部 さらに、下記で示されるように何らかの方法で荷物をしっかりと固定することにより安全性が高まる。アクティブセーフティは特に部分的に荷物を積んだ車両で促進、または低下する可能性がある。荷物を部分的にトライク内に積んだ場合、トランク内部の荷掛け合いを用いて十分な固定を行うことで激しい操縦を行った際に車体や乗員へのダメージを 最小限にできる。特に激しいコーナリングを行う場合には、トランク内の部分的に積んだ荷物が不意に移動して、急激な荷重の変化が起こることを予防することで、グリップを失って事故を起こすことの防止にもつながる。逆に言えば、固定が十分でない場合には移動した荷物によって荷重変化が発生し、時に事故につながりかねないことを覚えておくべきである。なお、 軽トラックや軽ワンボックス車両などの比較的軽量な車体では、林道や農道などの未舗走路などを走る際に、後輪のトラクションを増やす目的で、車体後端付近にわざと重い荷物を積む場合もある。もしも事故が起きてしまった場合に、トランクの荷物を2掛け合いで十分に固定して積むことで、事故の衝撃で荷物が乗員に衝突してより厳しい事故被害を、 発生させるのを防ぐことができる。ヨーロッパ車特に BMW X3 や BMW X5、フォルクスワーゲンやアウディの様々な車両では、レール上を移動する二掛け合いシステムを採用して、より柔軟に荷物の固定が行えるように工夫されていることもある。古くから輸送溶板や航空輸送で行われているように、積載する荷物に応じて、 適切な積載用アクセサリーを用いることも重要である。例えば、仕切り板やバイクキャリアの使用などである。開放型のトランクを持つ車両では、衝突の際に固定していない荷物から乗客を保護する目的、あるいはある程度乗客から隔離する必要のある荷物の隔壁として、簡素な金属製の仕切りバーが設けられている場合がある。固定されていない荷物に対する、 その他の解決としては、バリアネットの使用が挙げられる。これらの機器は直接車体内部に取り付けられるか、とのカバーに似たロール状の着脱可能なカセットとして提供される場合がある。これらの機器の適切な使用により、交通事故や急ブレーキの際に荷物が乗員に衝突することを防ぐことができる。バリアネットは仕切りバーに比べてはるかに少ないスペースで設置することが可能であるが、 仕切りバーは多くの場合車体内部に合わせて設計されているためバリアネットよりもタイトな荷物積載に対応できる可能性がある。ほとんどの自動車のトランクにはトリムの裏側に様々な他の装備が積載されている。これらの装備は開閉可能なハッチやカーペット、サポートボードなどを取り外すことにより顧客や整備士によって利用される可能性がある。 子供はトランクに閉じ込められた場合、窒息や熱中症で死亡する可能性がある。閉鎖型トランクを備える多くの車両の後部、バルカヘッドには穴が開けられているが、この穴は非常に小さいため、大人の場合にはこの通路では脱出できない場合があり、逆に子供の場合にはここからトランクに入ることで外に出られなくなる可能性がある。そのため、 アメリカでは2008年販売モデルからトランク内部に暗闇でも光る蓄光塗料で塗装されたリッドリリースの装着が義務付けられた。しかし、ハッチバックやワゴン、バン、SUV の場合には過失の仕切りが簡易なとのカバー程度のため、この要件からは除外されている。トランクリッドにリアウィングスポイラーを装着し、内蔵が手配マウントストップランプを持つ。 R34 スカイライン詳細は EN デクリドを参照トランクリッドとはモータービークルのトランクに設けられる蓋であり過失と外部とのアクセスを司っている英語圏ではデッキリッド、ブートリッドと呼ばれることもあるセダンのトヨタカローラをベースにおドアハッチバックとしたトヨタスプリンターシエロこのような場合はトランクリッドではなくバックドアや ハッチゲートなどと呼ばれるトランクリットという名称はセダンなどのキャビンから完全に隔離された閉鎖型トランクを持つ車両に限られておりハッチバックやステーションワゴンなどのキャビンと半ば一体化した開放型トランクを持つ車両の場合には単にリアハッチやリアゲートなどと呼ばれるにとどまるトランクリットはヒンジによって車体に取り付けられヒンジの位置には 完全開放した際に開放位置にトランクリッドを保持するためのスプリングやガスダンパーが設けられている場合もある。オーソドックスなフロントエンジンでトランクが車体後方に存在する車両の場合には近年ではトランクリッドの中央にハイマウントストップランプが設けられることがありスポーティグレードなどの見た目や走りのイメージを重視した車両には トランクリットに装飾的なリアスポイラーが設置される場合もある。GT ウィングなどの本格的な追加エアロパーツも。いくつかの車両のトランクではボードやシェルフなどの装備が提供されている。それらは荷物を積むため以外にも様々な用途に役立つ。クライズラー PT クルーザーに装備されているマルチポジションリアシェルフは過失の仕切り板や防護策としてのほか。 ピクニックでのテーブル代わりにも使用できる。また、シトロ NC3 のトランクには、リアシートが折りたたまれた際に利用可能な、過失とキャビンを分類したり、床面を水平にして、荷物の積み下ろしを簡易にするための可動式のフロアボードが備えられている。トランクのロックは場合によっては、客室のロックと連動していることがある。詳細は、EN、パワードアロックスを参照。 ありがとうございます。